これカラーチップ偏りだけつけようかな。こっちの方が面白そうじゃね。ちょっと今回はちょっとあの好きなの選ぼうと思うわ。ちょっとラッキーコンボでいこうかな。パレットを自由に選べる喜びを味わおうと思って。これ初めてやる。マニューめちゃくちゃ弱そうなんだけど、初動。さては弱えな。めちゃくちゃ弱くない？でもサメライドは結構強いか。ラッキーコンボ時間ある。しかし激ムズ、激ムズです。逆に助かる、このクソステージ。今は助かる。短っ、ガチで短いやん。手慣れたもんですよ。やばい、圧倒的な火力不足を感じてる今。むしろ一昨日の寿司よりもやばくないか今。これ間に思ったより弱えな。これマニュー相当弱いんじゃね。いやでもスライドコアはさすがに DPS 高いか。いやここでラッキーコンボ貯めちゃうわけよ。見てこれ、アイテムの数。やばい、楽しくなっちゃう、これは。やばい、これは楽しくなっちゃうやつ。やばい、これうひょー、うひょー、うほほほ、やばすぎる。いや今の気持ちよすぎでしょ。これがラッキーコンボ40か。やばい、ラッキーコンボ99までいける。みんなこれ絶対弱いだろねえ。99までつなげて何なんだよこれ。むしろやばい、押される、なぜか押されてる、なぜか知らないけど押されてるんですけど。やばい、99コンボ来てる。やばいやばいやばい。
もう何が起きてるか全然わからん。何が起きてるか全然わからん。しかもコンボ途切れるし、これこれ自利品なんですけど、サメライド石角じゃないのか、自利品すぎる。めっちゃ落ちてるのに取れてない。あの全然余裕なかった、そんなの。これラッキー編成さ、こんだけ頑張ってラッキー入れてさ、これボス戦どうすんのねえ。ボス戦そんなに行きなくね。はい、2発目コンボ途切れるの寒い、マジで。コンボ途切れるの寒くないっすか、任天堂さん。これはい、やばい、もう30だけど、これ一発でいけるだろう。いや、これだから、ボス戦も、マジで、まずは敵倒そう。まずは雑魚敵倒すところから始めよう。そしたら自然と有利になってくから、状況が。え、まず、アーマー拾いてえな、雑魚敵倒して。あ、これ初めてじゃない？クイーナーだって、かわいい。お、これ変わんないよ、多分。一難去ってまた一難大だこ。押されてる。待って、これで、あ、ディスク取れなかった。ディスクはすぐ出るからいいんだけど、アーマー出したい。ここで一旦とりあえず、いいよ、悪くないよ。悪くないけどさ、良くもない感じはしないか。壊せる、テコイチらしい。壊せる。いや、これネバネバ欲しい。
アーマーが出ねえ。まあ 1% だからな、アーマー。アーマーでゲットした。でこれでメガホンと。メガホン中真ん中のボスワンチャンこれ停止してるな。コンボ途切れちゃうのかな。なんか戦い方が今までと全然違うんだけど、本当に違いすぎてなんか困惑するわ。やばい、面白えなこのゲーム。いろんなフィールドで楽しめるじゃんマジで。はい、危ないけど、はい、アーマーもゲット。あとどこだ、あとどこ、あっちだ。まだコンボつながってるよこれ。別ゲーすぎて笑うんだけど、これおもろすぎ、このゲーム。やばい、危ない、もうボムだけでいいっすか。ボムだけでいいっすかこれ。ねえ、もうだって怖いもん。もうコンボつながってないと怖いもん。いやこうなるよ、だってだってやることないもん俺。さっきまであんなに楽しんでなんか生き生きと動いてたのに、コンボなくなった途端これ。あ、みんなのためにコダコは頑張るですよ。おお。
クリアです。いやおもろいな。てかこれパレット指定面白いね。これおもろいな。これはおもろいわ。だって全然戦い方違くない？なんか途中の99コンボずっとチェインしてた時俺脳汁出まくってたからね、無言で。マジ脳汁出てたからね。